トイレ行きたいよ、トイレ、トイレ行きたいよ、トイレまだかな、早く動かないかな、トイレ行きたいよ。こんにちは、土の子です。さあ今日はね、妖怪ウォッチのクエストやっていきましょう。リア充を見て怒った雪だるまからスタートです。前回の最後を見ればわかるはず。タエちゃん、タエ、なんだよタエ、こんなところで何してるんだ。あれ、みんなも来てたんだ。実はウスタさんがお買い物に行くからってここで留守番を頼まれたの。ねえ、せっかく来たんだからみんなもちょっと休んでいきなよ。うん、ウスタさんの知られざる秘密なんだろう、うん、ちょっと休んでいくかな。一緒にお話しましょう。どんなクエストだろう。それにしても大きな屋敷だよな。そうだね、こんなに大きいと掃除するだけでも一苦労だ。ウスタさん大変だろうな。ウスタさんか。ここだけの話、ウスタさんって実は人間じゃないかもしれないの。ええー、なんだって。だって妖術師でもないのし、猫股ちゃんとか普通に見えてるし、いつ寝てるかわからないし、妙に妖怪のことに詳しいし、目の間が黒くて変だし、それにイツキに聞いてみたらウスタさんが執事なのは間違いないらしいんだけど、うん、どこから来たとか今何歳なのかとか普段何してるのか全部謎なんだって。全部が謎の人が、全部謎の人が屋敷に住んでるの？うん、いつきは気にしてなかったみたいよ。どうせ妖怪だらけの屋敷だし、今更もう一人増えたところで変わらないって。心が広すぎるわ。でも、すべて謎と言われるとだんだんウスタさんのことが気になってきたぞ。うん。確か今って買い物に行ってるんだよね。ウスタさんが何をしているのか調べてみよう。ウスタさんなら大判焼きの玉屋にお買い物に行くことが多いみたいよ。よし、大判焼きの玉屋か。よし、行ってみよう。うん。もらったマフラーつけれるかな。おお、いいね、手作りマフラー。めっちゃいいやん。真の専用。オッケー。変な執事という点では、ウィスパーも同じにゃ。突然何を言い出しやがる、この地場野郎が。すいません。この辺りで顔の白い羊っぽい人を見ませんでしたか？顔の白い？ああ、ウスタさんのことね。高城邸の羊さんでしょ？ウスタさんのこと、街の人も知ってるんだ。あの人いつもここの大判焼き屋であんこだけを山盛りに買っていくんだよ。その後決まってそこの通りを南側に行くんだ。何をしに行ってるのかは知らないけどね。そこの通りを南側か。行ってみよう。あんこだけ？怪しいな。あんこだけ買うなんて何がしたいんだろう。腹が減ってるなら大判焼きで十分だよな。本当に不思議な人だな、ウスタさんって。どうした？この辺りで顔の白い羊っぽい人を見なかった？見たよ、あんこ大好きウスタさんでしょ。変なあだ名までついてる。でもちょっかい出してやろうと思ってこっそり後をつけてきたんだけど、この辺りでウスタさんが突然いなくなっちゃった。おかしいな、ちゃんと後ろをつけてると思ったんだけど、突然いなくなるなんておかしい。この近くに隠れられるような場所があるのかな。怪しい場所を探してみよう。あ、これか。ここを指してる。あんなに怪しい見た目なのに、意外に憎めない人だからな。ある意味才能かも。おーい、シュッパー、いらっしゃい、なりがまのお米屋さんなり。お米屋さん？こんなところでお米を売ってるんだ。そうなり、赤頭のお釜で炊いたお米を他の妖怪たちに売ってるなり。ふっくらほかほか美味しいなりよ。来てるつもいるなりか。ごめんね、今日はお米を買いに来たんじゃなくて人を探しに来たんだ。この辺りで顔の白い羊っぽい人を見なかった？顔の白い？ああ、ウスタさん、さっきまでいたなりよ。ウスタさんは常連さんだから僕のお店によく来てくれるなり。ついさっきももち米を買ってくれて、その後は屋敷に戻るって言ってたなり。入れ違いになっちゃったかな。屋敷に戻ろう。ありがとうなりがま。またのお越しよなり。あんこの次はもち米か。グルメなのかな。普通に話せるのかな。だからってこんなところに来なくても。いや、これバトルだな。
逃げちゃおうっと。なんかずっとこれで逃げれるみたいだね。ほんとだ、バーが上に開いてる。加藤くんに教えてもらっちゃった。普通に逃げれるっていう。あ、いるいる、帰ってきてる。よっしゃ、ウスタさん見つけた。おやおや、見つけたって言われましても、私を探してたでうっす。いや、それは。まあまあ、ともかく長旅でお疲れでしょう。少し休んでいってくださいませ。はい、本日は皆さんお揃いのようで、ようこそおいでくださいました。それで私に何かご用でうっすか。実はその、みんなでウスタさんの後をつけてたの。普段何をしているのか知りたくて。それバラすの？だって本人が目の前にいるし、直接聞いた方が早いかなって。いやー、なんだそんなことでうっすか。素直に聞いてくださればよかったのに。何？私の普段やってることはズバリおはぎ作りです。おはぎ？うっす。そうでうっす。私実は甘いものに目がなくてですね、趣味でおはぎを作っているのでうっす。丹精込めて一つ一つこねこね、美味しいってご近所でも評判なんですよ。今度作って差し上げます。いや、いらない。っていうか執事っておはぎ作り以外やることいっぱいあるよね。掃除は？洗濯は？お坊ちゃんの成長のため、そういうのはお坊ちゃん自身にやっていただいても何もしてねえじゃねえか。じゃあいつき、お前意外に偉かったんだな。つまりウスタさんのことをまとめると、自称執事だけど執事っぽいことはせずに手作りおはぎをコネコネするおじさんってこと？新種の妖怪じゃないよね。妖怪より恐ろしい。でもこれって結局ウスタさんが何者なのか謎のままだよね。気になる。執事は少しくらい秘密が残っていた方がミステリアスなのでうっす。解決してねえじゃん。気になったまま終わってる。絶対妖怪でしょ。だってアーク使って裏の世界行くのおかしいじゃん。妖怪見えないよ普通の人は。武器大全もらっちゃった。何度話しかけても私の秘密は教えられないでうっす。くそう、ダメか。気持ち悪くなってきた。なんかウフフフっていうのが。結局肝心なことはあんまり分からなかったわね。分からないとなるとますます気になる。これであれか、クエスト、高城家のクエスト終わった。 OK、 じゃあ新時代のヒーロー誕生、これいきましょうか。あ、スカイシャリマン。まあ、私の名はスカイシャリマン。妖魔界を守る正義の妖怪ヒーローだ。君たちの活躍の噂、妖魔界まで届いているぞ。悪しき者をくじくため、次回を時代も世界も超えて戦う人間と妖怪の混成チームだと。俺たちってそんなに有名になってるんだ。そんな君たちに折り入ってお願いがあるのだ。ぜひ聞いてくれないか。はい、なんだろう。いいけどお願いって。君たちのチームの一員である彼とぜひ一度バトルをしてみたい。誰だろう。弱き者のために戦う正義のヒーロー、全身タイプでムキムキマッチョの彼だ。うわ、ミッチーかよ。誰のこと言ってるんだろう。もし分かったらまた話しかけてみよう。マジか、ミッチーと。名前を当てよう。じゃあミッチーだったら夏目ちゃんに変えるか。おい、弱き者のために戦う正義のヒーロー、全身タイプでムキムキマッチョの彼だ。名前を忘れてしまってな。もし知っていたら教えてくれないか。ミッチーですか。もしかしてミッチーのこと。そう、その名前だ。誰が呼んだか知らないが、人は彼をこう呼んだ。解決超人ミッチーと。そっちの名前で広まってるんだ。お願いというのは他でもない。ぜひ一度私とバトルをしてほしい。解決超人ミッチーとその仲間たち、噂の君たちの力をこの目で見てみたいのだ。バトル？正義の妖怪ヒーローと戦うなんて大丈夫かな。なに心配はいらない。スポーツみたいなものだと思って気楽にやってくれ。
準備ができたら私に声をかけてほしい。頼んだぞ。そっか、どうぞ。君たち待ちかねたぞ。はい、準備できたよ。本気で行くからね、スカイシャリマン。素晴らしい、その息だ。では私も全力で行かせてもらおう。誰だろう、スカイシャリマンとかサキちゃんとかいるのかな。全員、え、一人じゃん。いいんすか。じゃあミッチー出してあげよう。ほらミッチーだよー。おい、ほらほら、いいぞミッチー、頑張ってるミッチー頑張って。おい、もうめっちゃ殴ってるよ。ちょっとミッチーがミッチーポーズ取ってる。ミッチーかっこいい。いけいけ、ボコボコに。1とかしか与えてないけど、なんか変な方向まで飛んでってない。ミッチー頑張れ。勝った。すげえ、凍結とかカイラ様が近くにいたら、ミッチー全然迫力ちっちゃかったね。二人とも迫力ありすぎ。このミッチーが、私の目が黒いうちは夏目さんに手出しをさせない。キラキラ。かわいい。素晴らしい。その強さ、そのムキムキ具合、正義の心と全身タイツ、君の力は本物だ。ミッチー君、もし君がよければ我がヒーローチームに入ってくれないか。な、なんですと。君の力があれば百人力だ。私と共に妖怪ヒーローとして妖魔界の平和を守ってほしい。ヒーローに憧れて人型スタイルで努力すること30年、まさかこんな形で妖怪ヒーローからスカウトされるとは。しかし私は夏目さんを守るという使命が、一体私はどうすればいいのだ。いいじゃん、ヒーローチームに入っちゃいなよ。別に私困らないから。さらっとひどい。そうと決まれば早速任務だぞミッチー君。先ほどタコツボ前で妖怪ワルノリンが女性を襲っているという連絡が入った。話進んでるし、おそらくバトルになるだろうが、これはミッチー君のさらなる力を確かめる目的もある。私は先に現場へ向かっている。君たちも急ぎ来てくれたまえ。ワルノリンと対決か。押してやろう。あ、サキちゃんとかと一緒にいる。ワルノリンのやつ、また私にちょっかい出そうってのかい。まったく懲りないやつだね。あんたスカイシャリマンに雇われた新入りなんだって。私の前にいるのが噂のワルノリンだよ。こいつを追い払うのがあんたの初仕事さ。頑張りな。君も現場に到着したようだな。見たまえ、あそこにいるのが女性を襲っているという妖怪ワルノリンだ。君たちの、あのワンちゃんが目の前で見てるんだけど、ワルノリンを止めて見せてくれ。オッケー、探してるやん。いるよここに。なんだよ、なんだお前ら。僕ちゃん今超忙しいの。あなたが女性を襲っている妖怪ワルノリンね。解決超人ミッチーがあなたを許さないんだから。今のなんか違う気がする。もう一回やっていい？正義の味方をやるつもりならちゃんとセリフ決めてから来いよ。まあいいや、僕ちゃんとバトルしたいんだろ。いつでも受けて立つぜ。はい、じゃあお願いします。よし、行ったな。久しぶりにやりたい放題暴れてやるぜかわいい。ちょっとミッチーに似てるよね。またミッチー出してあげよう。間違えた間違えてフー君にしちゃった。ごめん、フー君にしちゃった。オッケー、ミッチー行け。おお、すごい、ミッチー変身したぞ。行けミッチーよ。いいぞいいぞミッチー。キモやったね。迷惑かけて悪かったね。また悪ノリのやつに絡まれちまった。なんだよ。面白くねえな。
ちょっとナンパしただけですぐこれだ。シャリオの野郎、助っ人なんか用意しやがって。どっから連れてきたんだ、このマッチョの全身タイツは。何を？お前もマッチョの全身タイツだろうが。それにしてもあんたやるじゃない。新しいヒーローなんだってね。ん？期待の新メンバーだ。だから私は新メンバーではない。おいおい、なんだよお前、新人ヒーローかよ。だったら最初からそう言えってんだ。仕方ねえ、僕ちゃんがヒーローの技ってもんを教えてやるか。まずは可愛い子ちゃんを見つけて声をかける方法から、大切な新人にちょっかいかけるんじゃない。仲間なの、この3人。また勝手に話進めてるし。ねえねえ、ミッチ、本当にこのチームに入ってみない？え？ミッチ、ここに来てからずっと大活躍じゃない。きっとこの場所があなたには合ってるのよ。私の場所じゃなくて。ちょっと待ってください、私は夏目さんのナイトであって。私なんかのナイトを続けているより、このチームに入った方がミッチーは輝ける、間違いない、絶対。夏目さん、夢だったんでしょ、頑張れヒーロー。私はやっぱり夏目さんのナイトでいたい。今の展開でそうはならないでしょ。やだやだ、夏目さんと離れたくない、一生ついていく。ミッチー君、そうか、そこまで言うなら仕方がないな。仲がよくて何よりさ、邪魔して悪かったね。ちょっと引いてる。夏目さん、ブル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 。なんだ、お別れできると思ったのに。英雄のマントだって。まったく。腐れ縁みたいな関係でね。ある時は協力し、ある時は敵対しって感じなのさ。ナンパされてたって別に敵じゃないんじゃない？あいつここぞという時には頼りになるんだけど、普段がどうにもチャラすぎるのが欠点よね。そんだけの実力があるんだ、シャリオのチームに入るなんてもったいねえよ。黙って僕ちゃんについてくればいいんだ、楽しいこといっぱいあるぜ。ああ、さっきのあれには正直驚いたが、ミッチー君の実力は本物だ。我がチームに入りたくなったらいつでも声をかけてくれたまえ。はあ、ミッチーはまだまだ夏目のそばを離れたくないようですね。はい、ということで今回はね、ここら辺で終わっていきましょう。最後ガチャ引きましょうか。土の子ね、出るのはね、やっぱりね、土の子ゲットした後だと思うんだな、多分。なんでかっていうと、ゲットした後にね、ウィスパーとか出るようになったんだ、ほら。ウィスパーとかゲットした後に出るようになった。ということは、持ってるポケモン、危ねえ。持ってる妖怪が、出てくんじゃないかな、なんて思うんですよね。だから、土の子は、僕は持ってないから、出てこないんじゃないですかね。お品書きに書いてあるものしか出ないでしょう、絶対に。そうだよね。そりゃそうですよ。まあ寂しいですが、ここら辺回しときましょうか。大釜が当たれば、大釜と黒鬼が当たれば、まあ当たりってことで。どうせ一番上は出ないんで。引きこもり、お、出るか。深い漢方、残念。はい、ということで、次回は、そうだな、ミッチーの、絵探し、みたいなやつ、もしくは、薄らぬら、クエストの方、やっていこうかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。